いつも動画でインパクトが弱いから、うん、もっと力入れて打ってとか、インパクトで力んでとか、うん、押し感が弱いとか、うん、言ってるじゃん、うん、それはなんでみんな押せないのかなと思ったんだよね。リズムで打ってないね。リズムで打ってないからじゃないかな。リズムで打たないから、うん、インパクトが弱くなっちゃう。弱くなる弱くなる。平井博明のワンナップゴルフ。リズムがあれば無知感をできるんだよね。無知ができるんだよね、こうやって。そう、リズムないとこうやって動かすから。なんかあれだね、ぬいぐるみが太鼓叩いてる人形みたいな動きになっちゃうね。そう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 、なんないから。そう、こうやってなるでしょ。そうじゃないよね、人間叩くとさ、こうやって叩くじゃん。なる。あ、そうだから春城そうやって叩いてさ、間違いない、ハルピーね。打楽器やったことある人なんてもう一発で分かるから。そうだよね、手こうだもんね。そうそう、こうやってるじゃん、うん、あと手に水つくのが嫌な人なんてすぐ分かる。こうやってそう、ね、こうやってやったって切れないじゃん。そうだね、うんうん、それをボールでやってくださいってこと。あ、でもそうするとなんかあの溜めちゃいそうだね。溜まっていいよ、弾ける弾けるから、リズムがあれば。あ、そうなんだ。そう、それは人形。そう、ノーリズム。ノーリズムなし。これリズムね。へー、そういうこと。これだけで強さが全然違うからね。なるほどね。じゃあそのこうさ、リズム取るじゃん、うん、リズム取ってこのメトロノームがカチ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 ってなってる、カチでちゃんと当てろってこと。そう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 。だリズム感ある人って、うん、この静止状態からクラブを相当振れるから。ああ、そういうこと。そう、こうやってできるから、うんうんうん、こうやって。でここでリズムない人って、うん、止まっちゃうから動きが。それは触れるでしょ、誰だって。いや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 。それトール君これやってるからでしょ。いやいやいや。これリズム感ある人ってずっと触れるの、こうやって。こうやってずっと触れるの、一切動かさないで、これだけで。あ、体。そう、体の振られ、うん、あのリズムだけでね、うんうん、そう、こうやって。それもあれだね、ブランコを乗ってたら。そうそう、分かるはず。ね。そう。でもボール目の前にすると、うん、そんな余裕なくなっちゃう。そういうことか。そう、でもそこでやらないのは、うん、わざと余裕を持ってブランコみたいに打つ練習はしない、うん、どうして。ナイスショット打ちたいから。ナイスショット打ちたい。そう、ナイスショット打ちたいけど、ナイスショット打つためのことはやらないからね。これはもうまたそういうなんか心理みたいなこと言うから。だってそうだ。そういうもうゴルフの技術じゃない、本質みたいなこと言うから。すぐ技術じゃないから。技術じゃないね、今のは。そう、全然考え方の話じゃないから。そうそう。でまあ話戻すと、うん、その結局リズム感があるとめちゃくちゃ強く叩ける、うん、なるほどね。そのドラム叩く、そうなるところで一番強く叩くところね。そう、じゃあ今例に出たドラムとしたら、うん、ドラムってスティックが軽くて短いじゃない、うん、だからテンポが速いでしょ。そうだね。そう、でもそんな速くは動けないじゃない。それぐらいのスティック使ってると思って、そう、ボールをドラムだと、スネアだと思って叩けばいいんだ。そうで、しかもめっちゃ重いじゃない。そうか、あの軽い方を持ってるから重いじゃない。そうだね、うん、だからこれぐらいでしか動かないでしょ。あ、そんぐらいのリズム。あ、そういうことね。そうそう、これでも頑張ってるから前腕。ああ、そうかそうか。そうか、だから余裕があるっつったら多分これぐらいのスピードなんだよね。そんな遅いんだ。こういう感じなんだよね、こういう。あ、ってことはやっぱりイメージの方が速くなっちゃってるよね、うん、もちろんもちろん。そんな遅いんだと思うもんね。だって見てる人がタイガーなんだから。そっか、松山くんなんだから。のイメージだから。そう、りょうくんとかハルピーとか。そう、手数が多い。手数が多い。早いから、パタくん。そう、だからそういう、なんだろう、スイングを、うん、映像として見ちゃうとそれで振りたくなるんだよね。そうか。そう、
でイメージは早いんだけど実際はそんな早くないのね。そう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 、やっぱ自分は自分でいてほしいから、うん、現役の時だったら、うん、そんな筋力も違うんだし、うん、一緒なわけないじゃんって言ってるぐらい、うん、それぐらい違うわけだから、うん、年齢もね、うん、そうだから早く動けないのはもう承知の上でやってあげた方がいい、スイングしてあげた方がよくて、でリズムってどこで刻むかなのよ、うん、で例えばトップ作ってから左かかとでこうやってリズムを取る人と、うん、あと伸びて縮む人と、うん、そういろいろいるわけよ。だからそれが別に上下動なんかしたっていいのよ、こうやって全然打てるからリズムがあれば、うん、そうだからちゃんとそこに戻ってくればいいだけだから、あ、そう、いやそのリズムの取り方は自分の取り方でいい、自分の取り方でいいじゃないと取れないもんね、多分。そう、取れない取れない、頭の高さ変えないで、膝の高さ変えないで、腰の高さ変えないでなんてやる人が言われちゃったら打てないからね、もう。そうだね、うん、それは左右もそうよ。あ、左右に動かないでっつって、そう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 、動く人が動かないでって言われたら、うん、要はリズムを取らないでって言って言われてるからね。それで取ってるのにね。そう。だから難しくなると、うん。逆にリズム取らないでこっからこうビーンって力む人は、うん、真っ先にこのインパクトゼロのこの形を頭の中にイメージして、うん、こうやって打ってあげた方が全然いい。戻ればいいんだ。そう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 。俺は当たんないけどね。リズムで、リズム系だから。そう。苦しいからもう一回行く。そう、こうやってそういうことですか。そうだからここでギーンってなる人はリズムがないから、いい意味だよ、うん、うん、リズムが必要じゃないからリズムは取らない方がいいの、うん、待ったら待った分振り遅れるから。あー、そうかそうか、そう、待っちゃいけないのよ。そっか、うん、だから逆に一定なんだ。でも一定っていうか、ずっと早いからね、ずっと一定なの。ただ曲がるパーツ、うん、傾くパーツを作っちゃいけないの、そういう人は。あ、まっすぐなんだ。そう、こうとか、そう、なんだろう、こうとか、うん、そういうのをそういう人は作っちゃいけない。あ、だそういうその区別っていうか、タイプ別によってやる、うん、やり方が違うから、うん、全部引っ張ってきちゃダメ。リズムで打てれば、うん、なんていうの、強く打てるっていうのは、うん、その打つ瞬間にタイミングを合わせて力を入れられるかなってこと、うん、そう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 、そう、そう、要は曲がってるパーツが多い人なのね、リズム取れる人って、はいはい、だから こうやって使うのが上手なの。あ、でここっていう時に合わせて力を入れる、そう、伸びるからね、そう、伸ばしに行くから、あ、そうするとちゃんと強く叩ける。リズムの人に、うん、例えば今打ってきたらこうやってなるから、だから強く叩けない、だからリズムを取らなきゃいけない、うん、でもそうするとそのリズム取ればいいのか、うん、インパクトゼロすればいいのか、うん、どっち意識すればいいの。2個意識できないんだけど、どっちかできたら両方できるから。あ、そう、あ、じゃあ戻ってきてれば、うん、リズムも合ってる、うん、合ってくる。あ、自分がここって思ってるとこで、そう、無理やりリズムを変えるからね。あ、リズムの中で、はいはいはい、うん、はいはい、あとは結局ね、リズム感で打つ人ってリズムを優先するからね、でリズムが合ってきたら強く叩けてきてるからね。ああ、それはもうゼロに戻ってきてるから。そう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 、で叩く調整ができるってことはインパクトゼロをもう感じてるから。ああ、だから合ってる合ってないか分かる、分かるの、分かる、ね、はい、リズムが取れてない人ってインパクトゼロがまだ分からないから、感覚的に。だから今が合ってんのかいいリズムなのかが分からない。それは練習してって分かってくる。練習してて分かる。あ、そういうことね。その一番分かりやすいのはめっちゃゆっくり振る。すごいゆっくり。もうアドレスは普通のアドレスで、うん、これぐらいゆっくり。はい。振る感じ。そうするともうあんなの打感だったり球だったりで全部分かるじゃん。そうか。あ、ここでビターンって強く叩こうとかって思わなくていいの、うん、クラブがここにタイミングよくパーンって戻ってきてるかどうかよ、うんうんうん、それができてれば、うん、要はリズムが合ってんだよね、タイミングがね。ああ、そうか、速いリズムだとこう合わせらんないけど、うん、ゆっくりのリズムでそのメトロノームに合わせることができると思う、うん、そう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 、でそれができたらだんだんその上げていけばいいんだ、上げていけばいい、スピード
スピード、うん、でアプローチなんかは、うん、あのもうそれができてきたら勝手に寄ってるからね、もう打ったら、うん、あのミスがないほとんど全部そうなんだけど、特にショートゲームなんかにめちゃくちゃ影響は出る。それはフルスイングじゃないからね。うーん、力で片付かないものに対しては相当大事だから、リズムとタイミングって。あ、うん、結局距離感が出ないのはそこです。そう、自分のタイミングで出てないから距離感が出せない、うん、インパクトは分かんないから、うんうん、距離感の出し方うんちゃらくんちゃらって言ってる動画少ないんだけどあんだよね、うんうん、感覚だからやり方じゃないんだよね。だからインパクトの時にここにこうやって自分のタイミングでこうやって打ててれば勝手に距離感って合うから、うんうん、そうだからあんまりその距離感はこうして掴むとかそういうのはもうない。てかこの前でも我々も距離感やったけど、うん、自分の基準を作ってそこから調整しろって話だから。そうそれはもう自分しか分かんないもん、ね、自分しか分かんない。そうだよね。そうだから自分がその距離感としてどういう動きを出してるかどうかがめちゃくちゃ大事。じゃあごめん戻すと、うん、そのインパクトゼロできてればリズムも取れてるし、うん、逆もリズムが取れてればインパクトもゼロに戻ってきてるから、うん、どっちかできればいいんだ、うんうんうん、まあでもその中でもやっぱりどっちか決めたい方もいると思うんだけど、うん、どっちかって言ったらやっぱインパクトゼロの形を意識した方がいいね。あ、そうなんだ。でそこにタイミングよく戻すっていう方がリズムよく戻すっていう方がいい、順序的にはいいかもしれない。だから、じゃあ戻すために、うん、戻そう戻そうっていう意識の中にリズムも入れるって、うん、そうタイミングが合ってれば戻せるからね。ただそのスイング別っていうか体別でやっぱりこうパワーがない人なんかはリズムで打つ人なんかめちゃくちゃ多いんだよね。あ、そう。でも瞬間的に、女性の方でも瞬間的に力が入れられる方っていうのはリズム取らないで打っても打てるわけよ。うん、あ、そうなんだ。タイプにもよって。そう、全然違う。だからこうよいしょっていう人と、うん、ピッっていう人と、うん、あ、まあそんな類よ。あ、じゃあ体の使い方によってもどっち意識したらいいか変わるんだ。変わる。おお。またあれじゃん。来ないと分かんないやつだ。そうやって来させようとするから、うん、レッスンに。いや、ね、違うんだよな。違うんだよな。違うんだよな。なんなら本当、トール君と俺で1年間休み取って、うん、本当にその回りたいぐらいだから。そうだよね。そう。そんぐらい来てほしいわけじゃなくて、うん、見たいのよ。見たいっていうか、あの本当に人によるんだよっていうのね。そうなの。真逆言うんだから平気で。ああね。そう。この間お二人で来た方なんかは左手リードと右手リードなんだから、二人で来て一人は右手リード、一人は左手リードなんだ。はい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 。そうだから真逆を言うわけじゃん。うん、そうだから人によって違いますよ。あ、まあそうだよね。そう。そうなの。お互いに右で左で言ってんだ。そう最初はね。だけどもうその決定打を言ったらもう納得してそれだけやるわけよ。うんうん、でもうアプローチなんか寄せ合いなわけよ。もううまく打てるから。うん、そういう感じだから、はい、ワンナップ来ましたね、じゃあみんな右手でやりましょうってわけじゃない。じゃないのね。うん、そうだからちゃんとした、まあ、理解というか、うん、左手右手になったけど、うん、話はね、うん、左手リードだったら、うん、どういう使い方をいくつかやってれば、うん、あ、この人はもう左手リードなんだなってやっぱ思うからね、うんうん、そういう、まあ、見極めなんかも踏まえてちゃんとスイングチェックをしてますんで、うん、でもあの本当にリズムってで何事でも大事よね。そうだね。あのちょっと長くなっていい、この動画、うん、自画自賛していい、うんうん、こういう感じって言って俺アプローチ撮ってる動画あったんだけど、うん、5、6球連続で打ってる、はいはいはい、俺意識してるのは、うん、こっからもう一緒だからリズム全部。あー、そういうこと。そう、簡単にやるよ、うん、じゃあスタートしますね、はい、全部一緒でしょ、動作が、うんね、コンコンコンコーンコーンコ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 ーンコーンコーンって逆にそれどっかがずれると気持ち悪くて打てないんだよね。そうなの。分かるわ。このボールをこっちに寄せることから全部リズム一緒だから、はいはい、まあ、ルーティンっていうかね。そうなのこれめっちゃ大事だよ、打つスイングだけじゃない。そうだね、何でもそうだね。何でもそう、必ずその打つ動作以外にもその狂わされちゃうリズムってあって、
それをなるべく入れない方がいい。字書くときとかだってリズムじゃない。そう、ペンがさ、そうだ、紙に当たる。オッケーロボコップでしょ。何それ。オッケーってあの OK って書くと、うん、ダダッダッダダってなるでしょ。そういうこと。そう、そうなんだ。そうそう、それと一緒でしょ。リズム、リズムだよね。そう、リズム、リズム、リズム。あれだからどっか空振っちゃうと気持ち悪くても書けないもんね。そうなの。どこまで書いたか分かんなくなっちゃうでしょ。そう、自分の名前とかいっぱい書くからさ、あるじゃない、リズムあるでしょ。あるでしょ。そう、それ、それはね、すっごい分かるね。そうだ、あの靴履くときはあのクイーンでしょ、ドッドッタって履くウィービルロッキーでしょ。そうだね、うん。少なからず絶対そういうのあ る, ある、うん、だからそれをショットにやっぱ入れてるプロなんかめちゃくちゃ多いし。そうだ、ね、俺靴履くときはステイゴールドだから。マジ、うん、チャラチャチャチャ朝から健さんそんなに早くそんなに早く足お家の人出てきちゃどうしたのって言われちゃうと慌ててるっつってチャラチャチャチャだから。そうそうお分かりいただけた方少ないかもしれないですけど、そうそうなんですよ、ハイスターファンなんですね。本当とにかくリズム、リズムね。リズムをドライバーからサンドウェッジまで、うん、まあまあパターまで、うん、ちょっと意識をして打っていただいた方がいいと思いますね。でそのリズムが合うとインパクトは本当に強くなりますんで、うん、それがこう腰なのか上半身なのか。そのまあ、腕を同調させるっていう前提ですけども、そのタイミングが合うとやっぱり飛びます、飛距離が出せるんで、ぜひ練習場でちょっとリズムを意識してやってみてください、はい、これはあれなの、いつも言ってる、うん、その押すっていうのもリズム合えばやっぱり押せる感じは強くなる、うん、押せる押せる、こうやって、あ、こうやって、そうか、そうリズムがなかったらさどこでも押せちゃうじゃん。あー本当だ、そう本当だ、押しっぱなしになっちゃうっていうか、そうで間に合わないとか早かったとか、あそうか、そうボールのポジションが1点しかないじゃない、そうか、そこで押さないといけないんだ、そうだからそこに向かって、うん、パンってリズムじゃん、うん、タイミングじゃん、うん、そこ合わせないといけない。なるほど、だからあれか、ラケットスポーツやってた人はゴルフうまいのかもしれないね。そうだ、打点を知ってるじゃない。そうだね、うん、確かに。ただこうちょっとずつもちろんズレはあるけども、うんうん、その野球、テニス、バドミントン、卓球はボールが動いてるけども、うん、ただやっぱり自分の打点ってあるじゃん、ね、自分のその打てるゾーンに来るまで待つじゃん。そうだね、そう、そこに移動するとかね。そうサッカーもそうじゃない、うん、全然ボールが来てないのに振らないじゃん。そうだね、うん、そういうリズムとタイミングってめちゃくちゃ大事。そうか、自分の思い描いてるのが絶対あるから、うん、そのタイミングでちゃんと打とうねってことね。そう、それ決定だ言っていい、うん、だからせーのっていうの。どういうこと？みんなタイミング合わせるでしょ、うん、力を入れる時とか大声出す時とかせーのってガーってやるでしょ。そうだね、そう、そのせーのはなくなるから、タイミングなかったら。そうだね、そう一番力入れる時に、うん、行くぞ持つぞってみんなでやってさ、うん、せーのってやってみんな力出すよ、うん、そうだね、そう、それと一緒。あ、だそこで要は自分のこう引き上げるじゃない、うんうんうん、力をさ、うんで一気に解放させるから。あ、じゃあその性能をやればいいよね。うん、だから調子悪くなったら3泊1泊で、調子いい時は2泊1泊で練習してください。あ、そうなんだ。調子悪くなったらゆっくりやった方がいいんだ。ゆっくりやった方がいい。3泊1泊が打てないから、調子悪い人って。へー、そうだから無理やり打つようにする、絶対に。そうなんだ。そうで3泊1泊だともちろん飛ばないの、うん、飛ばないから一旦全て同じラインに立たせるの。スパイク、膝、腰、うん、胸、うん、肩、腕、クラブを同じスピードに合わせるの、うん、そっから上げるのは簡単なの、うん、ずれてんのを調整する方が難しい、うん、一個一個、そう、一斉っていうのを上げちゃえば、はい、揃ってれば、うん、一気に上がるから、うんうん、だから揃ってないとダメ。でも俺フルテンだからいつも関係ない。あ、じゃあもうでもフルテン一番いい音出るよね。そうなんです。そうだから調子がいい時悪い時の練習方法も変えていかなきゃいけない、うん、最近なんかこういう動画多いですね。多い、本当にトール君と僕が目指してる、日本一ボールを打たない動画です。
そうだね、そう目指してるから。目指してる。そう。もう目標は打席に行って一球も打たないっていう。え、でもたまにあるよね。ある。打席取る意味。そう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 。そうなんだ。まあでも雰囲気がいいですよね。後ろ芝の方が。そうだね。なんであの練習場お借りしてます、いつも。ロンドさん、いつも本当ありがとうございます。で今回はですね、リズム&ブルース、そうですね、撮ってきました、ね、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。